技術面で言えば人と手に職を得られる、あとは人間的な部分、すごいみんな温かいんです。厳しさもあるんですけど、その中に先生たちの愛がすごい感じます。諦めない心、カーテンをつけない部屋に、妥協しない、良くも悪くもそのシーズンコンセプトに制作期間中は自分を没入してしまう、自分の時間を作ることを大切にする。なんか等身大なんですよ、ヘンネって。メネル哲学を継承する強きロマンチストのためのブランド。すごい涙出てきた。幸せです。私自身のなんか表現としてももっとなんか貪欲に世界で活躍できるデザイナーになりたい。次のシーズン、チャプター5の、ちょっとコンセプト考案とかデザインだしとか、まあ、素材どうしようかなっていうところを詰めるところです。なんかまあサンプルがようやく揃い始めて、展示会準備とかをして、でちょっとビジュアルの打ち合わせをし、 でも今のオンシーズンのもののちょっと納品前のチェックだとかで、なんかこうシーズンがすごい今日ごっちゃになっててなので切り替えられるかな、頭をっていうところなんですけど、ちょっとしっかりそろそろもう詰めていかないとって思っています。どこからコンセプトをつかもうかなっていうのを本当これから模索するような感じです。このシーズンもなんかちょっとウィービングを復活させたいなと思っていて、よいしょ、こういうものとかをウィービングっていうんですけど、この辺の柄をメインにテキスタイルを作っていきたいなって思っていて、今なんとなく思ってるのはウールとかモヘアとかの中から同色なんですけど、なんか光沢感とかでちょっと表面感の違いを出したりとか、毛足の長さで柄を出すみたいなテキスタイルとかをちょっと作りたいなと思っています。なんか糸だけだとちょっとなんか不明瞭すぎるのと抽象的すぎて、かといってなんかこうイメージ的には糸の中でもなんか塩田千春さんの作品とかそういうものはあるんですけど、なんかそこをやっぱり作家さんを名義してしまうのもなんとなくなんか見る人のワクワクさを削いでしまう感じがするので、なんかそのパー、まあ、要所要所パーツとかピースっていうのところをどういうふうに一言で伝えるかっていうのもちょっとこれから考えないといけないなと思っています。なんとなくこういうことを表現したいっていうのはなんか私の中では見えてきてます。結構無限ですよね。折りでも表現できるし、ループだって作れるし、うん、なんか紡ぐっていう言葉がすごい合ってる気がして、これあれなんですよ、昔の私の祖母父母の家に眠ってた、多分韓国からなんか持ってきた、なんか絵の塊、おばあちゃん家で眠ってて見つけて、結構こういうのからヒントを得たりすることも多いです。なんか刺繍の絵とかもそうなんですけど、これかもおばあちゃんが紡いで子供に見せてる絵、なんかこういうところからシルエットになっていき、ただでもここの例えばヘアとリボンの部分とかはこうこの絵から引っ張ってきたりとか、あ、見えました、なんか見えてきたかも。なんか結構それこそ文化の図書館とか行くことも多いです。自分の興味のあることとかってやっぱオンラインで調べてるとすごい流れていっちゃうじゃないですか、情報量も多すぎて。
なのでなるべく本屋さんとか図書館行って紙で触りながら自分で探してその中で残ったものっていうのを大切にするようにしてます。あのコンセプト探しとかインスピレーションを掘る時とかあるんですよ。本とかでも前回のチャプター3の時、最後の晩餐の時とかはこの人形に心惹かれて、このシルエットだったりとか、それこそなんかチャプター3でベロアのリボンとかカチューシャとかビッセとか出したんですけど、すごいこの子に影響されましたね。私はアナマルの右端の席に基本ずっといました。雑誌を結構定期的に全部変わる時期に来て、全部の雑誌をなんか自分の好みとか関係なく一通り読み切るっていうのを毎月絶対やってて、その時に図書室来てやってましたね。ここの資料の数がすごすぎて、他の図書館か行ったりとか本屋さんもすごい好きでよく行くんですけど、かなわないです、ここの資料の数には。制作に対しての、まあ、洋服のディティールだったりとか、なんか何作ろっかなみたいな時とかはこの辺りのコレクションアーカイブとかを昔のからこう読んでって気になるところをピックしてたりとかでまとめるみたいな感じのことをやってました。わあ、なんかこの間ね、あ、この時か、すごい可愛くヘンネも見せていただいて、ヘンネちゃんこの辺とか、ね、なんかこういう雑誌をひたすら読みながら、あ、いつか私もこういうところに載せれる人になりたいなって思ってました。ファッション工科基礎科に入学して、その後アパレルデザイン科卒業しました。二十歳の時にファッションを学びたい一心でニューヨークに留学したんですけど、まあ、ニューヨークの服飾の学校って結構なんかこう自分で縫製したりとかものを生み出すっていうよりかは、まあ、デザイナーになるためにはそのデザインデベロップメントをしっかり詰めて、まあ、絵が描けたりとかっていうその基礎的な部分をきちんと勉強するっていうような感じで、縫製とかは縫製員の先生とかが学校にいてっていう感じだったので、私はこう自分でちゃんとあの縫製だったりとかパターンだったりとかその形にできるっていうところまでやりたいなと思ったので、まあ、一番その技術をしっかり学べる学校っていうのが文化服装学院だったので、あの日本に戻ってきました。文化の名前はずっと日本にいた時から聞いたことはあったんですけど、実際その学校がどういう学校かとかは調べたことがなくって、でその年の世界なんかランキングみたいな上位に入っていて、改めてどういう学校か調べてみると、まあ、縫製もきちんと学べて歴史もあって、で、まあ、もちろん有名なデザイナーさんも輩出されてるっていうところで、今自分が学びたいスキルはこの学校だったらきちんと学べるかもしれないと思って入学を決意しました。基礎科の良かったなって思うのは、まんべんなく美術面もデッサンの授業だったりとか、なんか自分が何が好きかとかどういうところを詰めたいかっていうところを探せる1年っていう感じがすごいしました。多分そこでパターンが好きな人はじゃあ技術科行こうってなるしとか、もっとデザイン詰めたいよねって人はデザイン科行こうとか、いやこうじゃなくてもっとニットやりたいなだったらニット行くしっていうような、その選択肢の幅を広げられる学科というか授業がすごい多かったイメージですね。私は結構最初からデザイナーになりたいっていうのが大きくって、ニューヨークに最初挑戦しに行った時も、あのデザイナーが何の職種かもよくわからないまま、自分がなんでデザイナーになりたいかっていうのもわからないまま、ただデザイナーになりたいっていうことだけをずっと言い続けてきて、まあ、文化に入学してたくさん授業を受けていくうちに、あ、デザイナーってこういう職業なんだとか、パターンナーってこういう職業なんだっていうのをよりこう分かるようになってきて、最初からずっと自分が やりたいって言ってたことをもっと詰めていきたいなっていう思いでデザイン科を選びました。技術科と迷ったんですけど、っていうのもなんかパターンの面白さだったりとか、やっぱり洋服を作る上ですごい要となる技術力だなっていう、そこをもうちょっとこう詰めたいなっていう思いはあったものの、ただやっぱりそのデザインを載せることでの自由度だったりとか可能性みたいなところはもうちょっと深掘りしていきたいなって思ったので、デザインが結構悩まず選びましたね。でも課題課題量ですかね。やっぱデザインが100枚とかもそうなんですけど、こう一つ一つの授業の課題のボリュームが多くて、
1個だけで見ると、まあ、デザインが100枚バーッと書けば終わるかって感じなんですけど、その週に違うものもいっぱい盛り込まれてくるんで、なんかそれがすごいずっとなんか追われてるなっていう感じはありました。できると思ってたことができなかったりとか、形に、まあ、このスケジュール感でこれ作れば形になるかって思ってるものが終わらなかったりとかっていうのが、やっぱりちゃんと次はここをもっとリスクヘッジしていこうみたいな風になっていくので、あの修行です。そうですね、時間の使い方と制作ってこだわればこだわるほどお金もかかるっていうところ、だからどこまでこう実際自分がこうその課題とか、まあ、その制作物に時間もお金もこう全てをうまくハンドリングしなきゃいけないっていうのはありました。バイトもしてました。テレアポのバイトしてました、学生の時は。なんかやっぱり時間に融通が効かないといけなくって、かつ、まあ、その学校終わりので課題やってとかなんで、8時とか9時から、まあ、深夜ぐらいまで、あの意外と融通効くのがコールセンター。自分は二の次ですかね。趣味とかなかったし、じゃあ自分のために洋服を買うとか自分に投資するみたいなことはやっぱり余裕はなくってできなかったので、なんかその分、まあ、自分が作るものに対してかける思いみたいなのはやっぱ強かったですね。このマチコ巻きのためにも今回はみんなを揃えたと言っても過言でもないぐらい、なんかこのスカーフとかもシルク 100% なんですけど、家庭洗濯もできるようなシルクになっていて、でシルクサテンって結構裏抜けが悪かったりするんですね。でもあのこのサテンに関しては全部ハンドナッセン、ハンドプリントなので、手で一枚一枚職人さんの手であのナッセンしていて、なのでちゃんと裏も綺麗に抜けるようになっています。このスカーフも今回はすごく私のお気に入りです。なかなかやっぱシルクってお洗濯すると色が変わってきちゃうんですよ。でも今回はそれも対応できるような加工を施しているので、なのでこんな感じで京都の加工工場さんで施してもらいました。あと今回は結構コレクション自体はいつもとその制作に対してのフィーリングは変わってないんですけど、あの生産背景だったりとか工場さんとの関わり方とか素材の選び方っていうのを結構重要視して作ったようなコレクションになっています。やっぱりシーズン重ねていくごとに、まあ、商品としてのクオリティだったりとか、あとアイテムとして その縫製のクオリティとか仕様のクオリティっていうのもやっぱり上げていきたいっていうところがあるので、なのでまあ次の AW に向けてちょっとその仕様を改善していけるように今回いろいろとこだわった部分は多いです。やっぱりファーストシーズンからローンチの時からお世話になっているリスト屋さんで、こうしてこう展示会させていただく機会をいただいてすごく光栄で感謝しています。ただでもその代わりやっぱりこうあの今後もっとブランドを伸ばしていって、なんかちゃんとこうリスト屋様にも恩返しできるようなあのブランドに成長させたいなというふうに改めてより思いました。諦めない心デザイナーさんみんなそうだと思うんですけど、私はこだわることが仕事だと思っていて、そのデザインに対しての諦めない気持ちとかこだわりっていうのを持ち続けることが私は大切だと思ってます。なんかこう私が諦めるともう誰もそこに関して追求はしないので、やっぱりこうブランドとしてもまあ、お洋服一つのデザインをとってもあまあそれでいいんじゃないが増えることが一番怖いなと思ってて、だからこそ私が諦めなければそこは守り通せる部分だと思うので大切にしてます。カーテンをつけない部屋に太陽の光で目が覚めたくて、太陽の光を浴びることで私自身すごくエネルギーに変わってて、多分光合成に近い感じだと思うんですけど、なので今回の春夏のコレクションっていうのも毎日忙しく過ぎていって、こうちょっとこうせわしなすぎて忘れてしまうことだったりとか、でも大切にしときたい小さな感じたい幸せとかっていうところもなんかきちんと
感じられるように頭の中をリセットするためにこうちょっとひとときの休息に寄り添うようなコレクションになればいいなと思って、こだわりはカーテンをつけないです。誰もね、登んないみたいなんだけど、ここが定員点。ちょっと今日寒いですね。ここでいつも光を当て浄化をします。リゾートコレクションのコンセプトが太陽の眩しさだったりとか、こう海に反射する水面みたいなところで、なんかこうちょっとそのキラキラっとした海に反射する光がなんかこう懐かしくも感じたりとか、そこでのその安らぎとか休息、多分それって幼少期の頃の記憶だと思うんですけど、その時今には感じなかったこうただ純粋に海で遊ぶっていう気持ちとか、なんかそういうのにすごい懐かしさを感じて、なのでちょっとその時はそういうコンセプトにしました。日々をすごくせわしなくやっぱりこう過ぎていく中で、なんかそれでもやっぱり小さな幸せとか大切にこうしておきたい思い出とかっていうのもやっぱり忙しすぎるとなんか覚えてなかったりとか、なんかそういう風にはなりたくなくて、だからこそなんかコレクション自体もちょっとこう安らぎを与えられるような、感じられるようなコレクションラインナップにして、私自身の気持ちともちょっとリンクしてるのかなって思います。 23SS メインビジュアルの撮影になります。ヘンネでは初めてのロケですね。はい、楽しみです。今季のお気に入りの水着です。一押しです。っていうのも1着ずつしかプリントできずに、1着ずつ手で裁断して1着ずつ撮影してるんで、1着ずつしか作れないんですよ。なんかね、ありますよ。今半分なんですけど、でここが襟ぐりで、こっち背中の脇で、このままこうやって裁断していってこういう感じで、で縫製してつなげてって、ここが首です。こういう感じ、機械裁断ができないんで一着ずつ、全部に10分ずつぐらい語れますよ。旅立つ。取られてる。幸せで。本当に強きロマンチストを体現してくれて、どんどん日が落ちてきます。めちゃくちゃかっこよかった。以上です。妥協しないです。プライベートはそんなにこう特に多分ないんです。言うほど決めてるルールとかも特になくって、感情のままにって感じなんですけど、仕事とかクリエイティブにおいてはなんか妥協しないっていうのは自分の中で絶対あるルールかなと思います。まあ、そのシーズンシーズンコンセプトを掲げて結構制作をしている中で、私自身の感情を映し出していることがすごく多いので、良くも悪くもそのシーズンコンセプトに制作期間中は自分をこう没入してしまうっていうところはあります。チャプター5、アンチテーゼです。なんかアンチテーゼってなんかただ反論とかこう反対意見を言うだけじゃなくて、こう何かに対してのきちんと自分の意見を持ってして 反対のことを言うというか、なんかこう反するみたいな感じなので、なんか性格悪くなってないかなって、なんかチームのみんなとかにも、もう次アンチテーゼだからなんか多分そういう感じになるからみたいなのは先んじて伝えました。大丈夫だよって言いながら笑ってました。自分の時間を作ることを大切にする。なかなかやっぱりこう日々せわしなく過ぎていくと難しいんですけど、まあ自分の時間をきっちり作って、こうお家のお部屋の掃除をしたりとか床拭きしたりとかすることで、私の頭の中もなんか整理整頓されるというか、その時の多分自分の感情とか、 なんかその脳内と
なんかお部屋の中って比例してる気がしてて、なるべくきちんと整えて、落ち着いてこうお茶を入れて飲むとか、なんかお風呂に長いこと入るとか、忙しい時こそそういう時間を大切にするようにしています。やっぱり休みの日は結構なんか、まあ、予定がある時とかは出たりもするし、なんかこう展示会行ったりとか展覧会見たり美術館見たりとか、あとはなんか舞台見たりとかも結構好きなんで、バレエ見に行ったりとかもするんですけど、それ以外の時間は結構家でゆっくり過ごすことが多いかもしれないです。なんかお花買いに行ったり、それこそ野菜買いに行ったりかな。今日は午前中はお皿を買いに行きました。平日にちょっと2時間空いてとかはたまにあったりとかはするんですけど、そういう時もなんだかんだリサーチとか、なんかこう、あ、もう今空いた時間で友達の美術展行こうとかなるんですけど、なんか丸一日ゆっくり過ごせる休日っていうのは結構久しぶりですね。今日は何作ろうかなとか、お花とか、なんかお花何色買おうかなとか、ちゃんとお家と向き合える時間ができたので嬉しいです。いつもあのマーケットでももう行くお店が結構私は決まっていて、でまあそのお野菜屋さんと、あとまあたまにスパイスとか分かったりとかもするんですけど、今日はまだスパイスは家にストックがあるので、ちょっと1週間分の野菜を買いに来ました。こんな風になっちゃうんですけど、大体でも野菜1週間分はマグロスです。でもそのヘンネのバッグがすごい活躍してますね。大容量ですよね。大容量。そう、こうやってマーケットでネギ出したくて作りました。ちょっと野暮な質問するんですけど、はい、休日もヘンネ着てるんですね。休日もヘンネ着てます。なんかなるべく日々常になんかこう何かしらを身につけて、まあ、お洗濯だったりとか着心地だったりとか、なんかこう、ここの袖口は絞った方が使いやすいなとか、なんかそういったところとかもなんか検証っていう意味でも結構来てます。着ててテンション上がるっていうのももちろんあるんですけど、褒められることが多くて嬉しいです。プライベートでも。こぐちゃん、こぐちゃん、こんにちは。こぐまです。きつねです。大きくなりました。草は全部食べたがる。常にお花あると嬉しいなと思って買ってくるんですけど、倒すか食べるかするんで。まあ、お母さんがすごくお洋服が好き で、おばあちゃんもすごくそういうアートとか美術品みたいなものに興味があって、そういうものに触れる機会は多かったんですけど、あんまりでもなんかこう、この時っていうのがない、じわ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 っていう感じですね。なんか高校生の時はずっと部活でダンス部入ってて、でダンス部でも踊るのが好きなんじゃなくて、なんかそのみんなの衣装を作ったりとかディレクションみたいなのをするのが好きだから入ってるとか、最初は踊ってたんですけど、最後の方は踊らなくなりました。その時に初めてミシンの使い方を、なんか私の母はすごいそういうお洋服とかは好きなんですけど、作ったりとかするのはすごく苦手で、ボタン付けとかもすごい苦手で、なんか家にミシンがなくて、なんかミシンがあったら自分は裁縫しなきゃいけなくなるっていうのが嫌で、もう最初から置いてなかったんです。で、なのでお友達の家に行って、お母さんにミシン貸してくださいって言って、なんかその後輩たちの衣装を塗ったりとか、夜な夜なその友達のお母さんと作ったりとかしてました。なりたいって思ったのは18歳の時に、高校卒業の進路を考える時に、あの美大とか芸大とかで、まあ、アートの勉強をしたいっていうことを、あの両親とか学校の先生とかに告げたら、美大に行くにもやっぱりお勉強が必要で、私はその時そこまでそんなこう学力があるとかお勉強たくさんできるってわけじゃなかったので、で高校がエスカレーター式で大学がついてたんですね。女子大がついてて、でそれで受験せずに普通に大学上がったらいいんじゃないのって言われて、でじゃあ専門学校に行きたいって言ったんです。専門的な勉強がしたいから服飾の専門学校行って何か学ぼうかなっていう話をしたら、いやでも大学行けるんだからわざわざ受験とかして他の学校行かずに地元の大学行ったらって言われて、でその時は私もそこまでこう自分の意思が強い方ではなかったので、なんかまあそれがじゃあ一番いいのかなと思って
を選んだっていう感じですね。でそこから2年間大学生活をしていく中で、実際に自分が何が好きなのかとか、なんかどういったものに興味があるのかっていうのが、やっぱりファッションとかアートとかそういう部分っていうのがこうより分かる、自分自身が何が好きかが分かるようになってきて、でその時にあこのまま大学を卒業しても自分のなりたい職業とかやりたいことにはつけないから、まあ、学校を変える、転校するとか何かこう考えた方が、自分からアクションを起こさないといけなさそうだなって思ったのが18歳、19歳でした。多分ずっと思ってはいたんですけど、口には出せなかった夢をやってみようと思えたっていう感じかもしれないです。あんまり卒業してからのこととか考えてなくて、ただ2年生とか3年生になってきたあたりで、みんなやっぱそろそろ進路を考えるっていう中で、私もどうしようかなと思って、なんか将来的に自分のブランドを持ちたいっていうのはもちろんあったんですけど、そんな卒業してすぐにできるとも思わず、始めてみるのも一つかもしれないけど、私的にはまだまだなんか甘いというか、なんかこうもっと経験を積んで実績を積んで、でこう勉強をした上できちんと形にしたいなって思ってたので、なんかどうしようかなと思って就活したりとかもしてました。交流センターもなんか留学のこととか、それこそ海外のコンテストとかに通ったりすると、またなんか新しい道も、海外出るっていう道も開けるのかなとか、いろんな可能性をなんかとにかく手探りで探してたので、なんかありませんかみたいなとかを気に入ったりとかしてましたね。こんにちは。あ、海外のコンテストなんかありますかとか、留学とかってどんな感じですかとか、海外の学生のポートフォリオとかって見れますかみたいな感じで伺って、それこそロンドンのセントボってどんな学校なんかなとか、アントワープどんなんかなみたいなとかをなんか調べたりとかしてました。なんかいつもなんかここの張り紙のポスターと、あとなんか本とか見たりとかしてました。留学、うちの語学学校の留学もあるし、ファッション系の学校の留学の本とかもありますよね。リエールのとか、フランスのファッションコンテストで学生も出せるし、プロ部門も出せるみたいなコンテストが海外はやっぱ多くて、なのでちょっとハードルも高いんですけど、こういう資料とかはやっぱなかなか見れないので、すごい参考になったり勉強になったりしてました。ポスター、あ、変ね。ありがとうございます。すごい嬉しい、こんなところに。びっくりした。留学経験者っていうところと、ブランドをそれでその留学の後に立ち上げたっていうのが、まあ、学生にとって結構理想の、うん、なんかそのステップというか、なんかそういうのの経験を話してもらいたくて、すごい大人気でしたよ。なんかファンミーティングみたいになっちゃって終わった後に。いや、めちゃくちゃありがたいですよ。なかなかなんかやっぱり教えてもらわないとどうしていいか分かんないみたいな、やってみたいけどそのかかりというか最初の一歩が難しいというところをすごいサポートというか手助けしてくれる場所なので、私は大好きでした。留学自体は私は神戸ファッションコンテストの副賞でイギリスのノッティンガムユニバーシティ行くことになったんですけど、なのでなんかそこまで至る準備とかっていうのは先生に相談したりとかしてました。その時は地元だしっていう、両親に見せれるしっていうところで応募して、まさか通るとは思ってなかったです。すごくありがたかったし、すごく嬉しかったんですけど、そのノッティンガム・トレント・ユニバーシティに1年間行けますと。ただその渡航費とか生活費とかは実費なんですね。だから学費だけ免除っていう形で、結構かかるじゃないですか。卒業してから半年後ぐらいにはもうすぐに行かなきゃいけなかったので、プログラム的に半年で1年間の生活費をバイトで稼ぐのも結構難しいし、どうしようっていうので、行きたいし勉強したいけど、その金銭面的に、まあ、もちろん年齢的にももう周りは働いてるし、なんかこう両親的にも、いやもうこれ以上学生続けんのっていう、まあ、もちろん応援したい気持ちはあるけど、なんかそこなんとか自分で頑張ってねみたいな風にはなっていて、そこで出会ったのがクマ財団っていうファンデーション
になります。コロプラが主催している25歳以下の学生クリエイター40名に毎月10万円で1年間120万円を支援するっていうプログラムがちょうどその時2年目とかで、何のジャンルでもいいんです。ただ、まあ、クリエイターなんですね。生活費にしてもいいし、制作費にしてもいいし、何にしてもいい代わりに、その1年間作った作品をみんな持ち寄って、最後3月に表参道のスパイラルで合同展示会をしてお披露目しましょうっていうプログラムだったんです。その時はでも実績的にも過去ファッションっていうのがいなくて、まあ、もちろん服飾とかファッションのジャンルも拒否はしてなくって、ただやっぱりまだクリエイターっていう認識ではなくて、専門学校行ってる学生っていうのも今までいなかったりとか、その時ちょうどアートピースみたいなものを作品ですごいたくさん作ってたので全部持ってって、で、まあ、その留学行くっていう話もした上で、ファッションもアートですっていう、クリエイターですっていう話をして、納得していただいたのか分かんないんですけど、まあ、選んでいただいて、でそのおかげでロンドン行けました。探しましたね、ありとあらゆる、なんかそういう学生支援じゃないですけど、まあ、もちろん返済するものも含めていろいろ見ていく中で、なんかこう自分がアプライできる可能性があるものっていうものをひたすらその時は探したりしました。授業で言うと、どういう授業でとかどういうプログラムでとか時間割がこうですっていう詳細が一切なくって、とにかく分からずに生地とミシンとボディを持って行ったんですね。実際4年生の大学でノッティンガムって、で私たちは4年生に入れられて、みんな卒業制作1年間の時期なんです。なのでもうそのプログラムとしての授業っていうのは一切なくって、1週間に1回卒業制作の発表に向けて、自分がどういうことを作るかとか、どういうものを作ったか、この1週間何をしたかっていうのをひたすらそのティーチャーとか先生たちに、まあ、プレゼンテーションというか見せながら、ここもっとこうした方がいいよとか、ここもっとこういう表現にした方がいいよっていうのを直接1対1で話しながら、それを半年ちょっと続けて1つのコレクションを作るっていうようなプログラムだったっていう感じです。なんか授業の比較とかはできなかったんですけど、ただやっぱり見てる部分とか教え方っていうのが違うなって思いました。なんか私は今まで積み上げてきたものを一気になんかこうバサッて切られた感じです。文化の時は、まあ、コンテストをずっと出してたっていうのもあって、やっぱ作品フォーカスだったので、テキスタイルから作ったりとか、まあ、ウィービングしながらテキスタイルを折ったりとかして、一つのものにどれだけの時間をかけて実際積み上げてきたかみたいなところで結構勝負してたんですけど、それをしてるとノッティンガムでは、あなたはテキスタイルデザイナーじゃないんだから、デザイナーとしての洋服作りにフォーカスしなさいって言われて、でテキスタイルを折る時間とか作る時間があるなら、その時間をきちんとデザインデベロップメントをしなさい、とある組だったりとか、その素材探しだったりとか、そこに注力を当てるべきだっていうのをすごい言われて、最初出してたデザイン画とかは全部落とされましたね。ことごとく本当に全部もうなんか、あ、もうこれもノーノーノーみたいになって、個人的には文化では人のデザインは否定しないっていうなんかこう根幹があったんで、ノーって何みたいな、デザインダメってどういうことみたいな、それってでも人のクリエイティビティじゃないのっていうふうにすごい思ってたんですけど、でもノーって言われたから翌週それを出すわけにもいかなくって、何か新しいことを探さなきゃいけないとか、今まあこういうことを自分は表現したいけど、この出し方じゃない方法でじゃあ次どういう出し方にしていこうっていうのをずっと詰めてると、 3,4 ヶ月目ぐらいからなんか体調悪くなってきてなんかもう誰のための何のデザインなんっていう感じになっちゃって、でノッティンガムって本当に何もなくて、生地屋さんとかもないんですよ。でロンドンまで生地買いに行ったりとかするのもバスで片道2時間とかかな行かなきゃいけなくて、で、まあ、もちろん日帰りで朝出て生地だけ探しに行って夜帰ってきて、でそれで作ったものを提出したらもう全部捨ててみたいな言われてっていうのをことごとくずっと繰り返してました。学生たちは結構もうその環境にやっぱ慣れてきてる4年目なんで、
タフなんですよね。でなんか日本の学生しか自分で塗ってなくって、みんなやっぱり縫製員の方とかに出しちゃうから、なんかそこでのその縫製の時間とかも、まあ、もちろん削れるからちゃんとデザインにフォーカスできるっていう部分だったんですけど、今まで作品を自分でしか塗ったことないから、人に任せたことないから、任せるのも怖いし、でもそのパターンは自分で描いてるわけだから、なんかそこまでそのパターンにも自信がなくなってきたりとかして、描き漏れないかなみたいな、ちゃんと左右合ってるかな、違ったまま上がってきたらもうこれ取り返しつかないよなみたいなこととかも結構あったりしました。まあ、その時はありがたいことにその作った作品で賞をいただいたりとか、なんか自分の作るものに対しても徐々にこう自信を持ち始めてる時で、だからこそロンドンの賞でこれを出したいっていう思いもすごく強くって、これを形にしていきたいっていう思いがあったんですけど、そこをことごとくこう、いや違うよ違うよって言われてると、なんか何を作っていいかも分からなくなってきて、どこを目指せるのかも分からなくなってきて、でなんか袖とかもなんか50個ぐらい作るんですけど、一つの形の袖をもう50個目になってくると分かんないんですよ、その3センチとか1センチとかの差が分かんないってなりながら、でもなんかこうノッティンガムなんですよ、娯楽はないんで遊ぶ場所もないし、特にこうお友達がいたわけでもないんで、とにかくそっちに向き合うしかないっていうので、試行錯誤いろいろ試してました。己との向き合いっていうか、見つめ直しとか、向き合ったなって感じします。うん、自分のこと分かんなくなるぐらい向き合ったなっていう感じはします。別に誰も求めてるわけじゃないし、絶対にこれをやりなさいって言われてそこにいるわけじゃなくて、自分が選んでここにいて、で自分自身のチョイスで新しいものを作ろうとしてるわけなので、強制はされてないんですよね。でその中でどこまで掘り下げたいかというか、きちんと向き合って作り上げたいかっていう思いって結局自分と戦いになってくるので、なんかそれをきちんと向き合って実現というか進んだ1年だったなって思います。皆さんこんにちは。江口くんと一緒に高山アンナです。お、覚えてる。本当ですか。アンナちゃん。え、そうです。ほら留学するとか言ってそうなんです、イギリスに行って帰ってきて、うん、今自分のブランドを立ち上げて。すごいじゃん。いいの触って。はい、もちろん。すごいじゃん。なんかこれもアンナちゃんのブランド。そうです。高級なんじゃない。なんかいいものを、うん、まあ、長く使ってもらえるように、うん、なるべく仕立てだったりとか、うん、デザインとかもこう、うん、飽きないものっていうのを心がけて作っています。すごいじゃん。で国内のメーカーさん、はい、全部縫製とかもやってくれてるの。あ、そうですね。国内で基本的に。なんて読む？ヘンネ。ヘンネ。はい、私の韓国名で本名なんですよ。韓国籍なんです。あ、そうなの？そうなんです。そうなんです。これならね、ほら人が来てないから芸能関係の人たちもね。そうなんですよ。去年、うん、日本アカデミー賞 の、うん、主演女優賞を受賞した有村架純さんの衣装とかも、うん、やってんの。そうなんです。すごいじゃん。そうなんですよ、その時の写真あるかな、やったんです。すごいね、綺麗だった。ありがとうございます。この甘いものが嬉しいんですよね。たくさん強化したから、そんな思いました。なんか今のやつとか増えてる今。ありがとうございます。大変だから、お土産持って大したもんじゃない。嬉しいです。よかったよかった。元気そう。また遊びに行きます、うん、また遊びに来て。はい、うん、ありがとうございます。ありがとうねなんかデザイン画の描き方がみんなやっぱりもうデジタルに移行してるんだなっていう。私の時代結構手書きが多かったんですけど、手書きとデジタルミックスぐらいだったけど、ほとんど今デジタルなんです。この意外とこういうデザインの方とかは何が出てくるかわからないっていう楽しみを、可能性の幅みたいなのとか感じたりとか、キリンも気になる。みんな気になります。やっぱりコンテストはやってよかったなってすごい思いました。初めてその授業で出した YKK のファスニングアワードに入選して、初めてそのコンテストっていう人に評価される場所で、課題以外で自分の作品を作るっ
ていうことになり、でデザイン画で描いてたものをそのままやっぱり形にするっていうのがまだ2年目だったのですごい難しくて、で夏休み1ヶ月かけて作ったんですけど、なんかこう人知れず落選してて、で何のそのフィードバックもないままなんかこう終わっていってしまった、戻ってきたこの洋服たちになんかねえみたいな気持ちになってでなんかその時からやっぱりまだ自分に実力が足りないから、こう人に公表してもらうとかこうフィードバックをもらう機会っていうのをもうちょっと待とうって思ったんです。かつ人知れずそういうふうにこうジャッジされて、でも結構好みの問題も洋服ってあるのかなって思ってたので、なんかこう一旦出すのやめようと思って、そこから1年間は授業外でコンテスト出すとかっていうことはしなかったんですけど、3年生に上がった時に結構周りで残ってるお友達とかも、まあ、コンテスト2年生の時から出してるよねっていう子が多くって、で教えてもらったのが神戸ファッションコンテスト で私地元が神戸だったので、その時25歳とか26歳で、まあ、20歳からファッションの勉強をしてきて、まあ、ニューヨーク行ったり東京行ったりとかで、なかなかこう両親とかあと祖父母とかになんかこうどういうことをやってるかっていうのを見せれる機会がなかったんですね。でも神戸ファッションコンテストだと地元だし、で小審査とかランウェイ審査もあったので一般の人も見に来れるっていう感じの形式のコンテスト でこれで入れば両親とかおばあちゃんとかに見てもらえるなと思って出したのが最初のきっかけです。でそれに出した時になんかこう自分の中で核となるものというか、あ今こういう表現がしたいんだとか、あこういうふうにこの形にしていくにはまだまだここもっと詰めなきゃいけないなとか、でもちろんコンテスト自体もすごくいいコンテストだったので、その時のフィードバックだったりとか、もっとここをこういうふうに作ったら実用性も伴うんじゃないとか、すごいたくさんの意見をいただいて審査員の方に、でそれがすごく自分の中でも、あ成長できそうってすごい思ったんです。でそこから総演賞だったりとか学内のファッションコンテストだったりとか、でそれこそ海外のコンテストをしたいなとか、なんかこういろんなところに挑戦してみたいなっていう気持ちになって、なんかこう出していたって感じ。なんか人によるとは思うんです。絶対に出した方がいいってわけでもないと思うんですけど、でも出すことで新しいチャンスだったりとか、学校の課題で作るものって最終的な評価っていうのが特になくて、出来上がったか出来上がってないかっていうところなので、でも洋服作りって最終的には誰かに来てもらったりとか、こう何か目的があって違う人の元にやっぱり届くのが洋服だと思うので、なんかそこをもうちょっとこう探れるというか知れる機会にはなるんじゃないかなって思います。作るまでのやっぱりそのテクニックとか技術っていうのを学校ではしっかり学ぶので、その先の表現だったりとか、あとはもちろんコンテストとかってなってくると、どういう思いでどういう風に作ったのかっていうそのストーリーだったりとか、デベロップメントもすごいきちんと見られるので、なんかそこをこう自分の中で一貫してつなげていくことで、自分も知らない自分を知れるというか、あへえこんな風な形になっていくんだなとか、私今こう思ってるんだとか、知らない自分を知れるとか、殻を破れる機会にはなりました。絵好きですね。ずっと描いてました。デザイン画ですね。毎回ちっちゃい子たちをいっぱい描きます。選ばれし先鋭たち、ラフも合わせたら何人だ、100いかないぐらいですかね。でも結構こことここのいいとこ取りで踏襲しようとか、なんかそういう感じで決めてったりしますね。ドレス、もうね、生地めっちゃ今濃厚しててさ、あ、そうなんですか。そう、この切り替えの素材を作ってるジャガー通りが、なかなかそのいいのが見つからず上がってくるかなっていう、あ、そのレベル大丈夫かなっていう時間的なところで、
届いたのもさ、シルク、でもあれやね、代替やからシルク代替で届いて、今月書きなかったんですよ。頭の中でイメージしてるものを形にしていく作業っていう感じですかね。だからやっぱり想像だけだとなかなかこううまくいかないところがあったりとか、形出ししにくい部分があったりとか、仕様の問題とか、まあ、素材との相性だったりとかっていうのを確認できるなっていうので、私はシーチングの時ももちろんあるんですけど、最近はなるべく形出しスムーズにいくように、あの自分のノート割るをすることが多いんです。その分やっぱりサンプル作る時の過程だったりとか、あと無駄なサンプルの制作っていうのは省けるので、なのでノー割るの段階である程度自分のでいろんなリスクを回避できるように、仕様のリスクとか補正のリスクとかで有効にしています。やっぱ学生の時とか作ってた作品になると、形にするまでの必要な過程の手割るっていう感じだったのが、製品を作るってなると、まあその素材の相性もそうだし、縫製のリスクとか、なんかその工場さんがこれでやるかなとか、仕様の問題とか、まあ、着脱の問題とか、結構そういう部分っていうのも細かく問われて見ておかないとなっていうのがあるので、なんか目的というか、なんか見る視点が結構変わったというか違うのかな、作品作りの時とはと思います。めでる哲学を継承する強きロマンチストのためのブランドです。私自身結構こうファッションに対して戦うっていう気持ちもすごく強くて、やっぱりこう表現したりとか、何かをこう形に作っていくとか、やっぱりゼロベースのものから生み出すっていうことってすごくエネルギーも使うし、戦ってる感じの感情になるんですけど、なんかその中でも夢を追いたいとか、なんかそれを現実に叶える力があるみたいなところをサポートというか、なんかそういう感情の手助けというか、なんか私も一緒に戦ってるんだよっていうようなブランドにしたくって、でじゃあそれってどういう人たちかなっていうふうに考えた時に、私自身もそうなんですけど、なんかこう強きロマンチスト、夢は見るけど現実に叶える力がある女性、そういうイメージでブランドコンセプトを考えました。コアコンセプトはずっと一貫して私の中で変わらなくって、多分私自身がそういう一面というか部分があるからこそだと思うんですけど、人ってみんなこう環境だったりとか仕事だったりとか生活だったりとか変わっていくものだと思っていて、その中でいろんな感情とかもアップデートされていくものだと思うので、なんかクリエイティブにおいてもコンセプトはこれがあるけれども、それに対してのこう表現の仕方っていうのはいろんなアプローチがあっていいのかなと思うので、私自身その自分を投影するようにというか、私もまだ成長段階なので、なんかこう作品に残していくことで、表現していくことで私自身も成長できてるなって思う、ブランドと一緒に成長していけたらいいなって思ってます。もともとハイネを始める前の作品作りをしていた時から、その制作期間中に食べてる食べ物のシルエットとかフォルムにすごい私自身がなんか引っ張られてる時が多くって、で裏コンセプトとか裏テーマで、なんかこう例えばお袖、大きいお袖作ったら青もちちゃんとかっていう風に名前をつけてたんです。でなんかいざじゃあ変年を立ち上げるってなって、こうやっぱり商品名とかアイテム名が必要ってなった時に、何がいいかなって思ってたら、いつも名前一人一人呼んでるじゃんみたいなことをチームに言われて、でもそれはそんな、なんかそんな大々的に話す話じゃないみたいなただでもやっぱりこう洋服のなんかこう、まあ、表現の仕方だったりとか、まあ、アイテムだったりとか手に取りやすいものではないから、なんかこうそこの関係性をぐっと縮める一つとして親しみやすい名前だから
いいんじゃないって言ってもらって、後押しされて、じゃあみたいな感じで、あのこれはお餅っていうねとか、これはきしめんねとかっていう説明をしましたなんか名前紹介みたいな感じで、結構でも私がもう話す前から、なんでなんですかってあの聞いてくださる方がすごい多くって、ぐっと縮まる一つになってるなと思って、すごい嬉しいなと思ってます。で、まあ、好きな食べ物なので、すごい私も説明しながら、あちょっと炭水化物多いなとかなんか白いもの多いなって思いながら、恥ずかしいって思いながら話してます。なんか等身大なんですよ、変ねって。すごい私を映し出してるなと思ってて、もともと名前決める時もオートクチュールの方は今までですね、アンナチョイっていう名前でやってきて、でクリエイターネームみたいな形で、まあ、ブランド名にすることももちろん考えたんですけど、なんかプレタポルテを作るっていうところで、より等身大にしたくて、私の中でも多分2人いて、アートピースとして楽しむファッションでも、日常でも素敵に着れるお洋服のファッションっていう中で、なんか等身大ってなった時に、それをきちんとその着れる方に落とし込むっていうのが、多分今回ヘンネでのその役割になっていくんだろうなって思って、パスポートネームでずっと使ってなくて、もうそれこそほんと3年ぐらい前に改名しようと思った名前をつけたんですよね。それがよりなんかそうさせてるのかもしれないです。私今の自分の気持ちとか感情とか、映し出したいものを映し出していくっていう、私自身が成長していくことで一緒になんか成長できるんじゃないかなって、多分見たことないものになっていくし、興味のあることもいろんなことをこう関わり方としてできるんじゃないかなってすごい思ってます。なんか変ねらしさを考えた瞬間、なんかビジネスになってる感じがすごいして、これ変ねっぽいよねとか、これ変ねっぽいからこういうのやったらいいじゃんとか、例えばなんかそういう打ち合わせとか会議のチーム内で会った時に、なんか私そこにすごい変ねっぽいに違和感を感じるんです。もちろん私の好きなもののディティールとかが投影されてるけれども、なんかそれを一貫してなんかそのブランドっぽい変ねっぽいにしちゃうと、そこをじゃあ押し出してってこすって売りにしていくっていう感じが見えるから、すごいそれが苦手というか嫌で、なんか嘘ついてる感じ、誠実じゃないですか、なんか作るものに対してすごい誠実じゃないなって思う、まあ、これつけとけばいいわみたいな感じがすごい嘘つけないんです。すごい一番居心地が悪くて、なんか半年間かけてまあそのコレクションを制作して形にまで落とし込んでいって、お披露目までするわけじゃないですか。ずっとなんか嘘ついてる感じが、自分にも嘘ついてるし人にも嘘ついてるし、すごいなんか居心地が悪くて、言い回しで言葉のせいはできると思うんですけど、なんかしっくりこないなっていうので、あんまりこう気持ちも乗らないっていう方はあるんですけど、なんかそこの空間に何を着させたらいいんやそれはみたいな気持ちに自分で自問自答。でもまあありがたいことに、その、まあ、チームも周りもそこに対して絶対こうしろみたいなことは言わないので、なのでそこはもう自分の気持ちを信じてやっていきたいなとは思ってます。学生の時とか卒業してからも、逆に周りにこうデザイナーが多いじゃないですか。ファッションデザイナーめっちゃ多いなと思って、でもなんかクリエイティブディレクターって名乗ってる人もいるなっていうので、肩書きがなんかすごい不思議だなって思った時はすごいありました。デザイナーでもすごいいろんなデザイナーがいるじゃないですか。自分で生み出す人もいれば、ミシンを踏まないデザイナーもいる中で、なんかどれが正解とかどれが正しいとかはなくて、ただでも私はすごいなんかミシン踏んで自分でも作れるっていうか、自分で本当に作るデザイナーでありたいなって、なんかそれこそが真のデザイナーかなって思っちゃうんです。それができてない時期が続くとデザイナーじゃないのかなみたいなどんだけ服作ってても、なんかそんな風に思ってしまう。人の手を借りてこう作ってるっていう感覚になってしまうんですよ。急にですけど、2025SS の
で、みゆみゆのデザイナーやってくださいみたいな、うん、いきなり抜擢されることもあるじゃないですか。はい、そのチャンスがもし来たとしたら、はい、やりますか。やります。やりたいです。なんか学びが今少ないなって思ってて、好きなんですよね、こう違う環境に身を置いていろんな刺激を受けながら、もちろんいろんな苦難もあると思うんですけど、こう成長するっていうのが私自身多分すごく好きで、めっちゃ楽しそうやなって思います。しかも一つ一つコンセプトとか世界観が違うわけじゃないですか。それにこう脳をシフトセットしながら、この時はこれみたいな感じで同時進行でやっていくのは、なんか新しい可能性をこう引き出してる感じもしますよね、自分自身でも。めっちゃ学べそうって思います。経験が学びになると思うんですよ。もうもちろん今続けてることとかやってることとかに関しても、こう引き続きそれをアップデートしていくっていう意味でも、いろんな環境に自分の身を置いて、なんかこう訓練みたいな感じで、なんかこう叩き上げていきたいですね、自分自身。いっぱいあります。なんかその技術面で言えば、まあ、もちろんちゃんときちんと手に職を得られる、まあ、比較するわけじゃないんですけど、なんかある程度のその技術力っていうのはみんなついてるのかなって思っていて、やっぱあとは人間的な部分、すごいみんな温かいんです。なんか帰ってくると、あ、やっぱ学校いいなっていつも思うぐらい、すごい温かいなって思います。なんか厳しさもあるんですけど、なんかその中に先生たちの愛とかすごい感じます。一時期コンテストとかでそのテキスタイルを作りたくって、でもその学内の授業で AD が多分その時はあんまり詳しいテキスタイルの授業みたいなのがなくって、でもこう鶴の恩返し的なことをやりたいみたいな、ウィービングの技法を学びたいみたいなこととかを先生に話すと、テキスタイル科の先生紹介してくださって、放課後にマンツーマンで教えてくださったりとか、なんかこうデジタルプリントやりたいですみたいな話すると、あのデジタルプリントの先生紹介してくださって、でその先生のもとでなんかこう一緒にこう生地巻きながらなんかプリントしたりとかっていうのとかもすごい日常の中に多々あったので、なんかこう垣根を越えてやりたいことに対してはすごく精一杯応援してくれる学校だなって思ってます。なんか私は本当に好きなことを追求してたら、こうやってデザイナーっていう職種にたどり着いたっていう感じなので、なんかそれって多分いろんなどんな職業でもすごく大切なことで、なんか無理をして自分を取り繕って仕事とかに取り組む必要もないし、多分学生とかでもそうだと思うんですけど、好きなこと、得意なことを伸ばす、その先にきっとそれがこう仕事だったりとかでついてくると思うので、絶対的にこうデザイナーっていう職種だけじゃなくても、ファッション業界いろんなあの職業があって、やっぱりそれぞれこう私もブランドとしてたくさんの方と関わっていく中で、それぞれの分野でやっぱりすごいなって思う方たちがたくさんいらっしゃるので、その中で自分の得意を見つけてほしいなって学生たちには思います。何事にもまず全力で取り組むこと、なんかその目の前のことをないがしろにせずに一生懸命向き合って、あとはとにかくアウトプットをたくさんする。学生のうちは頭の中で考えてるだけじゃなくて、手を動かしてひたすら作るっていうのをやっていくと、繰り返していくと、なんかどんどんそれがきちんとこう技術としてもなんか身になってるなっていう感じもしてくるし、とかですかね。いろんなことに中途半端にならないように、一個ずつ誠実に向き合いながら制作するとか、うん、私も就職したことないんですよ。私はしててもよかったかなって思う時ももちろんある。なんか今はやっぱりブランドを立ち上げたものの、そのビジネスとしてのファッションだったりとか量産品とか既製品を作るっていう経験は全くしてこなかったので、やっぱりやりながら学んでいくしかないんですけど、でもなんかどこにいても経験って絶対に糧になると思っていて、どんな経験でもそれが絶対自分の強みになって色になっていくと思うので、なんかこうこれに習うからいいとか、これが正解だっていうよりかは、その自分が信じてちゃんとやってきたことを自分の力に変えて、でその先に進んでいくというか、前に向かって進んでいくっていうのが一番いいのかなと思います。あ、でも私は一人ではいつも選択しきれなくて、やっぱり周りの後押しとか、なんかそこをやっぱ支えてくれる人たちの
出会いとかがすごい多かったなって思ってて、それはすごい本当にいろんな方面に感謝なんですけど、大学生の時になんかニューヨーク行こうって思えたのも一番大きなターニングポイントだったなと思うんですけど、同じ学校とかでもない、その時仲良かった近くの友達が、アンナのやりたいこととかは絶対に海外に行った方がいいよって言われて、私はその時日本を出ることはあまり考えていなくて、まあその日本の美大に転校しようかなとか、受験して入ろうかなとか、専門学校に入ろうかなとか、どこがいいかなみたいなぐらいだったんですけど、いや絶対にその感性とか感覚は海外行った方がいいよみたいな。その子もめちゃくちゃそのファッションの専門とかっていうわけではないんですけど、ただまあ留学経験とかもある人で後押しされて、行きたいっていう話だけ親にしてみたらとか、なんか私もこれから留学準備あるから、じゃあ違う学校やし国も違うけど、でも一緒にその準備なんかちょっとこうカフェとかで進めようよとかっていう風にすごい誘ってくれた友達がいて、でそれが結構きっかけで、あじゃあ私も準備してみようかなとか、その話ちょっと親に伝えてみようかなとか、なんかあもうそういう道もあるのかなって思えたりとかっていう行動に移せたきっかけです。1年半ですかね、チャプター2、3、4と回を重ねてきて、それぞれにでもすごい思い入れがありすぎて、1年半でこんなにたくさんのものを作ったんだっていう気持ちにはなるんですけど、へー、あ難しい、喜怒哀楽なんかやっぱり嬉しい時もたくさんあったし、苦しむ時もたくさんあったり、それこそなんかこう怒りに変わる時もあったり、なんかまあ悲しみになることも、まあ、それがあったり、表現もしたし感じることもしたしっていうような1年半だった気がします。きちんと一歩ずつなんか誠実に歩むことで着実になんかそれが叶っていってるような感じはする1年半でした。私ラーメンの舞台裏がすごい好きで、一つの舞台じゃないですか、なんかそこの表現とか世界観の作り込みにたくさんの人が関わって、でもその一瞬、もう本当に10分あるかないかぐらいで終わってしまうもののために、こうたくさんの人が関わり、みんなでこう作り上げていくっていうのって、ファッションショーだけじゃなくてもバレエの世界だったりとか、いろんな舞台でそういうことって多分あって、なんかそれがすごい好きなんです。ですごい夢を見せる場だなと思っていて、ファッションにおいては特にあそこに多分現実は必要なくて、夢を現実として見せる場、なんかそれはすごく私はなんか素敵だなって思ってます。でも早く日本でも、あとはパリでも発表できるように、まだまだ私も頑張らないとなというか、ただこう発表して終わりじゃなくって、そこでの評価っていうのが必ずその自分の成長にもつながっていくと思うので、なかなかこうやっぱり自分のブランドを持っていると評価してもらう機会っていうのもすごい少なくって、私がこれがいいなって思うものをこう形にした時に、じゃあ実際その業界の方だったりとか、まあ、そのお客様だったりとか、なんか周りのその見てくれてる人たちっていうのはなんかどういう評価になってくるのかなっていう、でそこでのいい声も悪い声も絶対に次につながってくると思うので、そういう意味でもショーとして発表、世界で発表したいなって思っています。できちんとそこで世界で活躍するデザイナーになれば、ブランドとしても成長すれば日本にもきちんと還元できると思うので、関わってくださった方々みんなになんかこう恩返しというか感謝を返せるブランドでありたいなと思います。ブランドとしてこうデザイナーとして関わるっていうこと自体が私も経験のなかったところだったので、ただ作品を作るんじゃなくてきちんとそれをたくさんの人に届けるっていう部分としては、なんかまだまだ成長できるのかなと思っていて、ブランドと一緒に大きく頑張っていきたいなっていう思いとともに、なんかこう私自身のなんか表現としてももっともっとなんか貪欲に頑張っていきたいなって思っています。そうです。まあ、世界に羽ばたく
界で活躍できるデザイナーになりたいですね。5年後何してるかな、多分ずっとやってることは変わらないと思います。どんな環境でどんな国でどんなクリエイティブをしてるかっていうのは私も想像できない。楽しみです。